こんにちは、ゆうです。バズワードのお時間です。はい、今日も無課金サバカ芝居の丸やっていきたいと思います。それでは今日お誕生日の方、おめでとうございます。それでは2回言うてもうたね。はい。先月はね、ちょっと11月、宿題がね、クエストがね、ちょっと15号遅くなっちゃったんで、はい、今回はね、ちょっと早めのパブロンじゃないですけど、早めのクエスト、はい、挑戦していきたいと思います。それではね、早速ですが、パーティーご紹介していきたいと思います。それでは、どうぞ。はい、今回こちらですね。はい、木彫を取った編成にちょっと改良してみました。多分重力はね、大したことないんで、100分の1なんで、強調より。ちょっとその分ね、HP とか強化したりとかしてます。それではご紹介しましょう。はい。リーダーのウォリアムナイトに、ジャッジに対して、ファガン武器つけております。はい。リーダースキルがね、一応光の2コンボ以上でダメージの 78% 軽減、攻撃力が10倍、4コンボ加算、光の4コンボ1個につき、攻撃力が2倍となっております。はい。で、こちらがアマテラスですね。アマテラスドラゴンに直接浮遊。で、消せない解除で今までつけてたんですけど、よう考えたらね、全部光、副属性も光に変えてるんですよ。消せない解除したところで、光消せんかったら消せないへんなと思って、はい。上限解放にしました。で、アシストがブライトシールド。ローランドさんの武器ですね。忘れました。はい。の武器です。はい。で、こちらがアグリゲートですね。アグリゲートにスキルチェーン4つ。で、HP 強化プラスを2つ。で、ハロウィンチャコル武器つけておりますね。はい。で、こちらがキャプテンマーベル&ミズマーベルですね。直学生スキルプラスに上限解放、スキルチェーン2つ。あとは、シャインブースト。光ワルインの武器つけております。で、こちらが、サブの、キャプテンマーベルですね。キャプテンマーベルにスキルチェーン6つ。で、HP プラスを1つ。で、こんにちは、ハローキティですね。で、今回フレンドさんちょっと違いますね。ちょっと変えていただいてます。はい。キャプテンマーベルにスキルチェーン6つ。HP 強化2つ、1つに。あとは、これは、流明武器ですね。流明武器つけていただいております。一応リーダースキルが光の2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が10倍、4コンボ加算、固定値ダメージ、光属性の全パラメータが3倍となっております。で、バッチは HP プラスです。はい、そうだ、もう結構負けてちょっと慣れてちょっと休憩しました。はい、そうだ、今度こそ勝ちたいと思います。そうだ、最高よし。でも、この編成の立ち回り方が分かってきた。っていうか途中でピンポンなってね、お客さん来られたんですよね。んで、これで、3。で、ここだけにチェックし、ここだけにチェックしたいんか。倒すんかい。闇やったから悪かったな、相手が。ここは逃がさないわ。これでね、耐えれるんで。で、これして、んで、シャインブーストここで使って、で、アグリゲートして、アグリゲートね、早変身させたもん勝ちみたいなとこがあるんで、若干。押せてない。奥地ばっかで押せてない。で、光のもとに、勝利を。僕もなんかもう、大概苦戦するときね、このキャラ使ってるんで、若干ね、もうほんま、イケボといえどさ、ちょっと、心に来るもんあるよね。光のもとに全然勝利できんねん。果たして使う側が悪いのか。それは、光のもとに勝利をしか、わからない。そう。ドーン。負けに。ドーン。全然意味わからんこと言ってるけどね、もう疲れて。はい。すいません。ちょっと、頑張りますわ。はいはいはい。はい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 。はいはいはい。はいはい。落としになってるかと思った。気が下にあっとんかいなぁ。でも結構闇が増えてきたんで、OK です。取れてるかは OK じゃなかったか。びっくりした今。へい。そうだ、これ絶対作ってくれなかった、ここ。はい。はい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 、ちょっと待って。はい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 。ちょっと待って。ちょ、それずるい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 や。ずるいやってルーレット下手くそすぎんねん。オッケー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 。あとね、そのキャウリアウさんのね、出てくるポイントがね、ちょっとまずかったりとかするわけですよ、またこれも。ここね、僕ね、もう、ここで属性吸収
ちょっと使っちゃいます。ほんまはもっと前に使っとかなあかんかったんですよね。僕の立ち回りじゃったら。忘れてました、見事に。一旦ぐらいね、全然吸収されても、テープもお邪魔も全然作ってくれて大丈夫なんで、はいはい。コロ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 。はい、テープは大丈夫。えいもう大丈夫。はい。んで、ここの、きらめきの刃は僕置いとくんですよね、ここで。はい、はいはい、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 はい。んで、はいはい、はいはい。で、この、ダブルマーベルの、吸収かつ貫通の、やつで、ケンプリを抜いてあげると。オッケー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 。で、不動明がカッチカチなんで、ほんまにね、ガード硬い系女子なんで、はい。いきなりね、95% カットなんで、それはちょっとガード硬いわ。で、ガード硬い系女子と、ちょっとね、ある程度その、信頼関係を築いてからね、ちょっと、ね、ある程度心を開いてくれた状態で、きらめきの刃をしてあげたら、結構簡単にね、倒せるんで、ほんまここ。そんなに気張らんでも。よし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 。オッケーオッケー。不動に如来。煩悩なんとか。オッケー。煩悩ね。煩悩は僕、ありまくりですね。よしよし、はい。よし、トゲ処理もしといて、トゲ抜きもしといて、はい。トゲ抜きしたところで降ってくるんですけどね。あとまだ全然回復もできるっていうね、はい。んで、この80ぐらいから、80ぐらいにちょっと信頼関係を結べたら、僕はここで、きらめきの刃を、してあげますと、はい。はいはい。はいはい。ちょっとここら辺で心やっと開いてくれたかなっていう感じですね。はい。よし。でも全然ね、この奥長、100倍ぐらいの重力じゃね、2個消しで結構ね、表ぐらい70億出てくれるんで、70億やったっけ。んで、ここで不動如来。75% カットになったらもうだいぶもう気許してくれてるよ、不動明も。さすがに。はいはい。はいはいはい。待って。はい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 はい。あ、やばい。やめちゃって。三つ消しになってるんやけど大丈夫かなこれ。なんとかセーフ。次先生あったっけ次先生あったっけ大丈夫かな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 。あーよかったー。ここでギャウギャウ来たら終わってたな。あぶねー。よしよしよし。はいはい、はいはい。はい。いや、ちょっと4消し。でも、僕思うのが、こう、1みたいにね、今時の環境でよ、8コンボ吸収ってのはもう全キャラで見習ってほしいですね。13コンボ吸収来る。協調の、あの、第1形態アウトよ。これね、ギリね、耐えれるように調整してあるんですよ。はいはいはい。この HP やとギリ耐えれるんですよね、素で。満タンまで回復したら。オッケー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 。オッケー。おっし、おい。キングサファイアの輝き。よし今若干心配やった。じゃあ言うた割には、ちょっと試したことなかったんで、はい。口だけです、はい、僕。口だけ実験やったんですけど。使っちゃって、ここでさ、使っちゃったら積んじゃうんやもんだって。ベロワさんで何回これやられたか。えいよし、オッケー。キューフラ、スターオニキス。ここであれやったかな？僕は誰やったっけ？ジャスティス。ジャスティスガンダムちゃうよ。ジャスティス、ジャスティス。
ごめんなさい、ジャスティスガンダム言うても分かんないですよね。ガンダムシリーズに出てくるジャスティス、アスランザラの登場機です。はい、なんならガンダムシードディスティニーでは、はい、インフィニットジャスティスっていうね、永遠に正義ってつきます。あー、来た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 、ほらほら、そんなやつが来た。ここはもうこれ使っちゃおう。よし、はい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 、これぐらいでいいかも。よしよしよし、さすがにね、インフィニットジャスティスはね、多分大丈夫だと思うんですけどね。オッケー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 、よし。で、あー、まだ出てくるか。これいつか。めちゃくちゃね、簡単に、ごめんなさい。喉がもう、ちょっと喋りすぎて、今日めちゃくちゃお話しする機会があったんで。はいはい。これで、よんげし封じ、ルーレットで、自己封じをしといて、守備封じちゃうよ。ごめんなさい、最近もう遊戯王ね、めちゃくちゃハマってるんで、はい。なんかもう、わけわからんこと言ってるわ。もう、てか、多分ね、多分疲れてる、多分。わけわからんことばっかり言ってます。適当なことばっかり言ってます、僕。で、ここ一旦ターン稼ごうか。よしよし。三下しでいい、三下しでいい。まずは回復優先。まずは回復優先。まずは回復優先。回復優先や言うてんねん。回復優先やって。んで、はいはい。はいはい。はいはいはい。よし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 。で、ここでアマテラスも溜まってるんで、いいんじゃないでしょうか。ちょ、落ちきすぎ。よし。で、ここ雲なんですけど、頑張ろう。頑張ろうとしかもう言えないっすね、僕は。で、一応、無効感も使っといて、幸いね、回復が見えるところにあるということで。ここで待て、はい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 、よし、あっぶんね、なんかわけわからんところで決まってた。狙いとは違うところで決まってた。でもあと2ターンあるから大丈夫、2ターンあるから大丈夫、2ターンあるから大丈夫。むしろ想定内、こんなミス想定内。よしよし、一応もう一回使っとくか。待って、ここで。こうでしょ?こうでしょ?で、早く、回復回復。回復の4ゲしかしないのよ。はいはい、よしよしよし。OK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 
オッケーっしゃで、これでアマテラスドラゴンが、オッケー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 、ナイス。雲が晴れるまで、もうちょっと。よしよしよし。で、ここちゃんと、回復で閉じてあげて、こうしといたらもう間違いないんで。はいはい。よし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 。よし。ちょっと待って。エアテープ。オープンねー。びっくりするやん。ちょっと待って、ちょっと待って。びっくりするって、それは。回復もしといて。あとはもう。はいはい。はい。もうこれでええか。これでええね、もう。無理しんとこ。無理はあれや、あかん。無理はあかん、無理はあかん、無理はあかん。よし、よし、これでアシストの5解除も。回復してくれたことやし。よしよしよし、痛くない痛くない痛くない。で、ここで一旦じゃあアグリゲート使おうか。
で、マーベル使って、で、きらめきの刃よ。きらめきの刃を使って、ちょっと待ってね。これで。ちょっと間に回復が入ってしまったのがちょっと残念なんですけど。オッケー。よしよし。あと一旦ね。ブレアーマー。いやー、ちょっとこれ痛いかな。回復力、あ、え？回復力上がったんか。え？回復力上がったん？ちょっと待って、どういうこと？9ターンまで回復力2倍？神かて。神太陽やろ。神セブンやん、もう。よし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 。これから4ゲ死んでいいってことでしょ？言うたら。4ゲ死したけどね、一応。オッケー。フォートグリズン。あー、それはちょっとしんどいわ。で、これを決めちゃって、はい。あー、危ない。ちょっと待って。はい。よし。回復力上がってるから、4つ消しを4個も入れてへん。4消しや、それは。で、15フロアは誰？キーラやったっけ？キーラですね。合ってますね。光属性吸収ですね。ヘイローウィング。ちょ、待って、マジでルーレットしんどいって、これ。ただ、こちらね、回復力倍増してくれたんで、よしよし。とりあえず回復。とりあえず、はい。あ、そっか。光吸収されるのに、こんな頑張ってもしゃあないよね。頑張れってあれですね。スクナさんに言われてもしゃあないですね、これは。光吸収されるし、無効貫通だし。よしよしよし。いや、ちょっとまだアグリゲートいいかな。ちょっとなんかこっちの方が作りやすいわ、僕。よしよし。んで、回復。あ、そうやった。4ゲシ別にせんでよかったんだ。で、光も4ゲシせんでよかったんだ。よかった。ちょっと待って、これ。はい、お使ってもらうの。ダメージ吸収無効化のままじゃ、つらいな。え、でも。いや、そうでもないか。16？いやー、どうなんやろね。言ってる間ね、あと一旦やしな、ちょっと我慢しようか。よし。で、こっからが本番なわけですよ。奥様。オッケー。よし。光も闇も多いし、四つ消しは割と簡単に組める。で、きらめき、押せてへん！きらめきの刃よ。ちょっと待ってね。組みにくいとこにありすぎて。辛い。やってもうた！うわ、あっぶねえ。くっそ、これむずいなぁ。ちょっとアグリゲート。いやぁ、やっぱり、ちょっと無効貫通使っておくべきやったなぁ。まあ、いや、頑張ろう。ちょっと待って。はい。あー、ちょっと待って。やばい。危ねえ。
ちょっと待って、頑張った、取ってたやん。うわ、マジか。ちょっと怒ってきたし、しかも。怒りっとしちゃったよ。ちょっと待って。ちょっとルーレット消そう。で、これぐらい。これぐらいのゆるゆるでもええや。よし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 。そしたら多分あんまり入らないんで。よし。いやいやいや、そうね、そうね、そうね。控えめにしてくれるよね。オッケー、ナイス。やーぶねー。あぶねー、あぶねー、あぶねー、あぶねー。あぶねー、ほんまにあぶねー、ほんまにあぶねー。気をつけていこう。よーし、これぐらいで、これぐらいで。オーケーオーケーオーケー、4つゲージも決めて。追加回復力アップがなくなるんで、しっかり恩返ししていかんとあかんので。やばいな、これ。ずっと下向いてるけど大丈夫かな。いやー。次、あと1ターンか。あと1ターンで属性吸収プラスあるね。了解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 。恩返しは絶対入れときたいんで。ここで、はいはい。はいはい。はい。ちょっと待って、ちょっと待って。ずれてる、ずれてる。おぉ、怖っ。これ、属性吸収消えたら怒ってくるとかないかな。大丈夫かな。めちゃくちゃ降ってくるけど、なんか。よしよし。あー、またそこか。そうね、あ、でもこのタイミングだね、このタイミングだね、このタイミング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 だったら逃げ切りでいけるから。へぇ、じゃああれか、アグリゲート使っちゃったんやった、さっき。うわぁ、ミスったなぁ。ちょっと待って。はいはい。はいはい。はいはい。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 4ゲシ1個だけやけど、じゃ2個だけやけど、降ってきてくれへんかな。降ってきて、降ってきて、降ってきて。さっきはケカのタイミングで、降ってきたやん。よし、行け。よしよしよし。よーし、ここでもう、あれやね。ここはもう、あ、ちょっと待って、アグリゲートを使うのミスった。いや、逆にこれ、逆によ。逆によ、こっからグリゲートでいいんじゃない?ねえ。よし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 。で、はいはい、はいはい。はいはいはい。はい。はい。よーし。毒もしっかり消してるけど。最初からこれでよかったんちゃう?もしかして。最初からこれでよかったやん。いや、マジで毒目覚め、えげつな毒目覚め体制ちゃう。じゃ、向こう側か、また。うん、暗闇は大丈夫なんよ。いやー。遅延か。よかった、アグリゲート使っといて。アグリゲート遅延されて危なかったな、今。あ、はい。はい。よし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 。どんぐらいダメージ通るんやろね。うわ、ちょ待って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 、それまで、それまで。あー、待って、セルフ無効化なんてそんな通んの?聞いてん、聞いてん、そんな聞いてん。ちょ、焦らすなよ。待って、あの、ペンの芯がね、今、行きそうなんですよ。ペンの芯が行きそうなんで。ちょ、待って、ちょ、待って、ちょ、待って。ちょ、待って、マジで、マジで。ガタガタなってるけど、大丈夫?うぅスクルドさん、いらっしゃい。幼稚の髪の毛。よし。これ、どんぐらいいけるんやろ。神でしょ。
髪キラーって誰かいたっけ？マシーンはいないから、ちょっと控えめで様子見ようかな。いや、もう行っちゃおうか。とりあえず行っちゃおうか。声閉じちゃって。多分、第一形態はそんなにダメージ飛んでこないでしょ。オッケー。ちょっとブライトシールドがあれなんよ。もう、溜まっちゃうよ。いや、ちょっと光少ない。はい。よし。オッケー。これで倒せるでしょ、多分。時空が歪んでいくよ。時空守り。あれ？マイナストープね。やべえ。ちょ、待って。これもアマテラス使った方がいいんかな、もしかして。半分ってことは半分できそうやもんね。ちょ、アマテラス使っとくか。よし。どうせ使わな、あれやろ？なんとも言えへん景色やけど。マジかー。よし。オッケー。四にしよう、あれやんね。今回復、ちょっと待って。もうや、泥強かけちゃおう。よし。はい。いや、組み方ミスってるな、全然。組み方ミスってるけど。行ってくれ。いやー、マジか。ちょっと我慢すればよかったな。耐えれるんかな、これ。もうこれ絶対削っちゃうもんね。耐えてくれよ、頼むよ、耐えてくれよ。おお、よかった。しかもよりによって苦手な7の6回な。ちょ、待って、これ苦手なんよ。ちょ、待って。お前、頑張ろう。はい。はい。いやー、ちょっと待って。なんでそんな見つけしなん。まあ、コンボ重視だからいいけど、別に。全然。よし。オッケー。おー、当たれた。76はずるい。76はずるい。さすがにずるい。76ずるいて。76ずるいって思うのは僕だけかもしれんけど。よし。あれやろ？もう一旦耐えれるか、さすがに。13コンボ吸収やから。ちょっと光が少ないからな。はいはい。
はい、はい、はい、これで OK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  いた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 、よしよしよし、先見の時計、あ、いやいや持ち時間大丈夫、 OKOK、 これあれか、超えたら関係か、コンボ吸収がなくなる前に倒さな関係、いや、ちょっと待って、ルーレット焦った。マジかー。ちょっと待って。たまたまあったからよかったけど、追加気をつけな。ここで。はい。これで多分いけてるんよね。おしおしおし、無効感、マジか、無効感か、ちょっと待って、あ、ルーレット使うの忘れた、ちょっと待って、アグリゲートを使っとこう、一応アマテラス使っとくか、よしよしよし、はい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 、あ、やばいやばい、待って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 、よしよしよし、いや、怖い怖い怖い、うおー、危ねー、ちょっと待って、ちょっと待って、これ確実に決めよう、これ確実に決めよう、確実に決めよう、やばいやばいやばい、回復無視でいいから、はいはい、いや、ちょっと待って、緊張してる、めっちゃ緊張してる、めっちゃ緊張してる、めっちゃ緊張してるけど、この気持ちどうしよう、ミスった、やばいやばい、いやー危ねー、いけ、うわー、え、あー、あー、よかった、えらい挑戦動画になりましたな。いやー、ありがとうございます。それでは石受け取っていきましょうか。いやー、ありがとうございました。ほんま皆さん、この最後までお付き合いくださり、ちょっとクリアタイム見てみましょうか。はい、30分 23.1 秒ですね。はい、よく皆さんごお付き合いくださいました。ほんまにお疲れ生でございます。はい、それではね、今回はこの辺でさっさとお開きにしたいと思います。はい、リクサト皆さん、ありがとうございました。皆さんもお疲れ様でした。ぜひこの動画がもしよかったよって方は、チャンネル登録と動画の評価、よかったらポチってしてください。はい、それでは、あと感想も聞かせてくださると嬉しいです。それでは皆さんね、ほんまにありがとうございました。ほんまもう疲れた。それでは今回のお相手は私、ゆうでございました。それではね、バイバイ。